안녕하세요. 코츠코츠 다노시무 한국어 히마와리 데스. 여러분 안녕하세요. 今日は 요겐노 렌타이 케이고비 카코 가이소니츠이테 벤케오 시마스. この表現は 過去に 일정 기간 繰り返された 行動や 習慣を 回想しながら 話す時に 使います。 過去 回想を 表す 語尾には 2つが ありますが、 1つは 動詞の後ろに トン を つけて 名詞を修飾する 形です。 もう1つは 動詞の後ろに 過去形の 補助語感 at, ot, yo の後ろに トン を つけて 名詞を修飾する 形です。 この時間には 1と 2の違いを 중심に 説明しますね。 それでは 1番目の トンから始めます。 過去回想を表す トンは 日本語では 何々していた プラス 名詞。 このように訳せば一番わかりやすいと思います。 では、 どんな時過去回想のトンを使うでしょう。 1. 過去に繰り返されたことを回想しながら話す時に使います。そして過去に終わって今はしないけれどこれからする可能性がある時にも使います。 2. 過去に始まってまだ終わっていないことを回想しながら話す時にも使います。 では 例文で練習します。 まず トンの付け方から練習しましょう。 옆집에 살았다 친구, 隣の家に住んだ友達。 これを 住んでいた友達に変えると 살던 친구, 옆집에 살던 친구. 자주 들었다 노래, よく聞いた歌, 聞いていた歌に変えると 듣던 노래, 자주 듣던 노래. 어렸을 때 탔다 자전거, 小さい時に 乗った 自転車, 乗っていた 自転車に 変えると 타던 자전거, 어렸을 때 타던 자전거. 次は過去に始まって今も続けてまだ終わっていないことの表現ですね。 아까 커피를 마시다, 사키 코히오 노무, これを飲んでいたコーヒーに変えると 마시던 커피, 아까 마시던 커피. 어제부터 비디오를 보다, 昨日から 비디오 미루, これを 見ていた 비디오 に 変えると 보던 비디오, 어제부터 보던 비디오. 작년부터 일을 하다, 去年から 仕事を する, これを 시ていた 仕事 に 変えると 하던 일, 작년부터 하던 일. それでは過去に繰り返したことを回想して話す時の例文ですね。隣の家に住んでいた友達が先週末に引っ越しました。옆집에 살던 친구가 지난 주말에 이사 갔어요. 살던 친구. この歌は私が学生時代によく聴いていた歌です。 이 노래는 제가 학창시절에 자주 듣던 노래예요. 자주 듣던 노래. うちの子が乗っていた自転車ですがあげましょうか? 우리 아이가 타던 자전거인데 드릴까요?
타던 자전거. 고고와 와타시가 론인 스르도끼 가요떼 있다 주쿠 데스. 여기는 제가 재수할 때 다니던 학원이에요. 다니던 학원. 20년간 勤めて 있다 회사를 辞めました. 20년 동안 근무하던 회사를 그만두었어요. 근무하던 회사. 와타시가 다만히 키테 있다 후쿠 데스가 아타라시이 후쿠모 도젠 데스. 내가 가끔 입던 옷인데 새 옷이나 다름없어요. 입던 옷. 次は 過去に 始まって まだ 終わっていない ことの 例文ですね。 先ほど 私が 飲んでいた コーヒーを 捨てましたか? あか 내가 마시던 커피 치우셨어요? 마시던 커피. 朝から 探していた 鍵が 포켓の 中に ありました。 아침부터 찾던 열쇠가 주머니 안에 있었어요. 찾던 열쇠. 와타시가 미테 있다 비데오 데스가 미타이 나라 사키니 미테모 이 데스요. 내가 보던 비디오인데 보고 싶으면 먼저 봐도 돼요. 보던 비디오. 야떼이따 시고토 전부 오에테카라 타이샤시마스. 하던 일을 마저 끝내고 퇴근하겠습니다. 하던 일. 次は 2つ目の 過去回想の 表現 아떤 어떤 ですね. この表現は過去に繰り返したことを回想して言うときに使います。日本語では何々していた名詞。これは過去に始まってすでに過去に終わったことの意味ですね。次は過去に一度だけあったことを言うときにも使います。日本語では何々した名詞。 ここで前で勉強したトンとアットン、二つの表現が重なる部分があります。過去に一定期間繰り返されて、過去に終わったことを言うときは意味がほぼ同じですね。それでは例文で練習します。 私たちが一緒に勉強していたその時が懐かしいね。 우리같이 공부했던 그때가 그립구나. 공부했던 그때. これは하던に変えてもほぼ同じですね。 우리같이 공부하던 그때가 그립구나. この服は私がスリムな時に着ていた服だよ。이 옷은 내가 날씬할 때 입었던 옷이야. 입었던 옷. これも입던に変えてもいいですね。 이 옷은 내가 날씬할 때 입던 옷이야. この家は私が小さい頃住んでいた家です。 이 집은 제가 어릴 때 살았던 집이에요. 살았던 집. これは살던 집に変えてもいいですね。 이 집은 제가 어릴 때 살던 집이에요. 英語 勉強の時 通っていた 교실가 なくなりました. 영어 공부할 때 다녔던 학원이 없어졌어요. 다녔던 학원. これも다니던に変えて言ってみると 영어 공부할 때 다니던 학원이 없어졌어요.
次は過去にある日一度だけ起こったことや状態を回想するときに使いますね。この前行ったコーヒーショップで会いましょう。지난번에갔던커피숍에서만납시다。갔던커피숍。先ほど会った友達の名前は何だったっけ？좀전에만났던친구이름이뭐였더라？만났던친구。韓国でたった一度だけ食べてみた料理ですが、美味しかったです。한국에서딱한번먹어봤던요리인데맛있었어요。먹어봤던요리。一度履いた靴は払い戻しはできません。한번신었던신발은환불할수없습니다。신었던신발。それでは皆さんと一緒にやってみましょうか。いい노래알아요？この歌知っていますか？はい、昔よく聞いていた歌ですよ。答えは、ね、예전에자주들었던노래예요。자주들었던노래。いかがですか？合ってますね。次は、ね、예전에자주듣던노래예요。これも合ってますね。자주들었던노래。자주듣던노래。これは誰のウェディングドレスですか？이건누구의ウェディングドレス예요？お母さんが結婚式の時に着たドレスです。皆さんも答えてみましょう。어머니께서결혼식때입었던드레스예요。결혼식때입었던드레스。いかがですか？結婚式に一度着たドレスなので、合ってますね。次は、어머니께서결혼식때、입던ドレス예요。この表現はいかがですか？結婚式の時一度だけ着たドレスなので、입던ドレスは、バツですね。次は復習ですが、存在詞と形容詞の過去連体形は「とん」をつけましたね。では練習しましょう。ここにあった時計見ませんでしたか？あった時計。여기에있던시계못봤어요。있었던시계でも同じですね。여기에있었던시계못봤어요。生前優しかった姿が恋しいです。優しかった姿。생전에다정하시던모습이그리워요。다정하셨던。同じですね。생전에다정하셨던모습이그리워요。昔高かったバナナが今はとっても安いです。高かったバナナ。옛날에비싸던バナナ가지금은아주싸요。비쌌던バナナ。でも同じですよ。옛날에비쌌던バナナ가지금은아주싸요。最後になりますが、皆さんが難しく思う文法なので、簡単に整理をしてみました。まず、共通点から見ると、過去に繰り返されたことを回想しながら言うときは、意味の差がほとんどありません。
여기는 아이들이 어렸을 때 살던 곳이에요. 고코와 고도모다치가 지사이코로 순데이타 도코로 데스. 여기는 아이들이 어렸을 때 살았던 곳이에요. 고코와 고도모다치가 지사이도끼 순데이타 도코로 데스. 마따쿠 오나지 데스네. 次は、トンとアオットンの違いを見てみましょう。영어공부할때쓰던사전인데지금도가지고있어요。英語の勉強の時使っていた辞書ですが、今も持っています。昔使っていた辞書だけれど、今も持っているところを見ると、これから使う可能性もあるという意味ですね。次は영어공부할때썼던사전인데버려야겠어요。英語の勉強の時使っていた辞書ですが、捨てなければなりません。これは使っていた辞書だけれど、捨てるというので、現在は全然使ってないよっていう意味が強いです。しかし、この文章も쓰던사전、썼던사전、大きな差はないですね。それでは、トンとアオトンの違いはここからですね。내가먹던빵인데좀나눠줄까요？私が食べていたパンですが、少し分けてあげましょうか？これは食べ終わってないので、分けてあげることができますよね。それで、食べていたパンは먹던빵このように表現します。次は어제먹었던빵이정말맛있었어요。昨日食べたパンがとっても美味しかったです。これは昨日食べ終わったパンの意味なので어제먹었던빵このように表現します。それで過去回想の表現は最後のところだけ注意しながら使えばいいと思います。여러분、질문이있으시면コメント欄에적어주세요。그럼수고하셨습니다。그럼오늘은여기까지。다음시간에또만나요。チャンネル登録といいねを잘부탁해요。안녕。